ぜギムレット、私はまだ終わってはいない。賢者の意志さえ取り戻せばまだこれからだ。カールバクス、お前の命はついで、契約は終わった。この堕落した魂は働きに見合う対価としていただく。わしを呼び出したのはお前か。寝起きは機嫌が良くはないぞ。つまらぬ用事なら許さん。ギムレット、私と契約を交わしなさい。私の魂でお前に願いを聞いてもらうわ。愚かな小娘がソロモン王のグリマンを手に入れたが、願いは一つきりだぞ。言ってみろ。契約が先よ。悪魔なんて信用ならないんだから。それは面倒と言って逃げないとも限らないもん。愚かな、地獄の口に勢いよく飛び込む気がし、いいだろう。その契約書に血で署名しろ。さあできた。早速願いを叶えてもらうわ。殺したい奴がいるのか、世界を支配したいか、言ってみろ。どんな汚い仕事もこなしてやるぞ。いい。願いはあなたが神に帰依することです。なんだと、なんと言った、バカな。さあ懺悔なさい。あなたは今から神に仕え、かけ根なしに善の存在へと変わるのです。わしが、ありえぬ。そんな願いは無効だ。愚か者め、他の願いにしろ。あら、ダメよ。契約書には私の願い一つに対する対価と書いてあるわね。そして知ってるわ、契約は絶対よ。破ればあなたの力もなくなるのでしょ。メフィスト・フェルス、お前の入れ知恵か。いえいえ、何をバカな。しかし痛快だ。こんなに面白いことはここ100年で記憶にない。そうですとも、リレブラン、契約を破れば数万年ほどは地獄から出られぬでしょうね。私が証人として弁護いたしますよ。止まれ止まれ。ガメル先生、ご無事ですか。ギムレットはどうしたんじゃ。小娘にしてやられた恥ずかしさに身もだえしながら尻から地獄へ落ちていきましたよ。安心して気を失われたようですね。しかしどういうことなんです、リレブラン。種明かしはなしですわ、先生。マジックを解説で台無しにしたくはないでしょ。